武井壮、大谷にはっきり言う。タレントの武井壮が25日、笑いろダンディに生出演。大谷翔平の元通訳、水原一平氏がドジャースを解雇されたことについて言及した。水原氏は賭博で借金を作り、大谷の銀行口座から少なくとも450万ドルが送金されたことが報じられ、球団から解雇された。25日には大谷が取材対応する見通しとなった。武井はこの問題について、正直、今の状況証拠だけだと誰が何をしたのかさっぱりわからないと強調。その上で、ちょっと気持ち悪いと思うのが、これだけの出費をそういうサイトにしてて、公認会計士や税理士はなんかしなかったの？って、あんだけの稼ぎのあるアスリートと誰もファイナンスの面でアドバイスする人がいなかったのが不自然だなと思ってるので、そこが一番もやついてるところと指摘した。さらに、僕らクラスのタレントだって税理士くらいついてるわけで、そんな多額の出費があったら、これは何ですか？って年末に聞かれることは間違いないんでとも話し、アドバイザーとの間で大谷の銀行口座からの送金が議論にならなかったのか首をかしげていた。それな、経費口座任せられてたら税理士が気づくんだよな。毎年当たり前だけど確定申告せなあかんし、年またいでるしな。会計も税理も一平がやってたんやろ。結局その相手するのが一平ちゃうの。7億の使途不明金だぞ。国税ちょろまかしたらえげつないことになるのはバカでもわかるだろ。確定申告の済んでる金をどう使おうが国税は動かんだろ。いや、7億の嘘の経費計上してたら税務調査来るやろ。横領じゃなくて窃盗だから口座任せられてた説はなくなったぞ。こういう日本の刑法とごっちゃにしてるやつってガチのアホなんか。アホなのはお前や。連邦法では横領と窃盗は別物だぞ。一緒の英単語使ってるのはカリフォルニア州刑法や。多分そこら辺も野球に集中したいから任せてたんだろうな。そいつらとやり取りするのも一平やで。一昨年の分まで一平が通訳で嘘翻訳してたら大谷は今頃脱税扱いされてるから、一平が嘘翻訳した説は 100% ありえないわ。